えーどうも、お疲れ様でございます。即活語の久保です。今回もね、ネットフリックスで非常に面白いドラマを見ました。これもね、全5話だったかな。本当に一気見できちゃうような形でネットフリックスってうまく作られてますよね。で、展開がどん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 変わっていって、何か揉め事があったと思ったらすぐ解決の糸口がつかめて、ついついね、次の10分、次の20分に引き込まれちゃうんですよ。で、今回の概要なんですけども、 実はね、殺人事件がありましたと。ね、そういった切り口でもういつものパターンかってなっちゃうんですけども、今回のテーマは、マスメディアや SNS による、これね、被害者家族、被被害者遺族に対してもものすごくね、暗い影を落とす、まあ、いろんな事件の裏側なんですけども、こういった報道のあり方についてね、えー、かなりメスを入れた作品と言えます。というのがまずね、主人公なんですけども、これ。 ね、筋コンっぽいでしょマスコミなんですよ。週刊新潮かなんかのね、週刊誌の、まあ、やり手ですよね。で、これが編集長です。で、あとはね、これかなこれ誰だろう多分これがね、新人だと思うんですよ。で、この3人がまず軸になってスタートするんですけども、殺人事件が起きましてね、で、この方が亡くなっちゃうんですよね。 で、この方の奥さんも、あ、ご主人も亡くなるんですよ。で、そこに居合わせた、この主人公のお子さんが、犯人じゃないかと疑われた末に、亡くなってしまうんで、本人からの証言が出せなくなっちゃうんですよ。ちなみに、これが奥さんです。これが刑事ですね。で、これが上司で、これが実際に捜査担当する刑事なんですけども、えっ、ー、とね、まずはそういった事件が起きた中で、 自分の子供はね、本当に殺人を犯してしまったんだろうかっていう疑いから始めて、そんなわけはないと思い返すんですけども、その時点で、いつも取材して、いろんな芸能人とかのスキャンダルを追っかけてね、嫌われていながら、嫌われるのがマスコミだろうっていうふうにやっていたんですけども、いざ自分がカメラやマイクを向けられる立場になって、雑誌に、ね、いろいろと書き殴られる、SNS でいろいろ炎上する当事者になることによって、 まあ様々なね、自分の仕事との葛藤に悩むんですよ。まあでも、自分の子供の無実を信じるがゆえに、えー、独自に活動を続ける中で、実はこの人ね、クリムシチューの有田さんみたいな顔してますけども、この人がね、この週刊誌の、ちょっとゴシップ系の、いわゆるね、あの、日陰の部署のリーダーなんですよ。ここの部下になっちゃうんですよね。で、いろいろとひどい目に遭うんですけども、でもなんとなくね、この人もね、 なんかこの人の味方っていうか、味方がゆえに厳しいのか、なんか期待してるのかわかんない存在なんですけど、ここら辺のやり取りも面白いんですけども、でこの刑事さんも最初は、お前がやったんだろうって疑うんですけども、この上司たる高島さんがね、なかなか送検しないところに、なんでだろうって考えたときに、もしかしたら他に真犯人がいるかもしれないっていうふうに考え始めるんですよね、そうすることによって、徐々にドラマっていうのは、展開が進んでいくと。 被害者となったあご夫婦には高校生の娘さんがいらっしゃってねその娘さんとこの加害者家族とのこうかなりの直接の関係っていうのもねすごく描かれていてもうなんかね誰の味方をすればいいのかわかんない感じなんですよでドラマの作り方からしてこの第一容疑者とされる この、ね、主人公と奥さんの息子さんスケさんが犯人じゃないってことは私たちはわかるんですけどもその手がかりがなかなかつかめなかったりしてそれがね外国人就労者ってところにつながってきたりとかそれを斡旋するブローカーやあーなんかね不法就労させている事業者とかっていうのが関わってきてだんだんこう闇が晴れていくんですよねで最終話で一気に問題解決にドカンと進むわけなんですけども。 でも、この担当した刑事は犯人に対して一方的なね、怒りではなくって、その犯人も追い詰められてそうなってしまうってことをこう察するわけなんですよ。だから最後、ラストシーンで主人公に言うんですよね。こういった不当に扱われている外国人就労者についても記事を書いてくれないかってことですよね。まあなななんんんかかか非常にねねみいいい人人っていうか、ね、犯人ですら なんかいたたまれない事情っていうのがね見えてきたりとかしてまさに現代日本の社会にはびこるね足の引っ張り合いの中ででもお互いにお互いをこう思いやる気持ちっていうのがあったりとかするその複雑な人間模様がねなんか私たちの胸を打つのかなとまさに今この令和の時代にふさわしいドラマだと思いましたね、うん、やっぱこうみんなね顔ぶれって昭和生まれなり平成生まれなわけですよ どちらかというと昭和生まれの昭和の価値観で生き抜いてきた人が新しい時代日本労災で <laughs> 指定しました。で、えー、悩みもがく中でね、SNS や報じることの意義っていうのは何なのかっていうところに、まあ、あの命題を突きつけるそんなドラマだったんじゃないかなと思います。まあ、あのタイトルがいまいちだったんでねどれが、夜がどれほど暗くてもこのタイトルはちょっといまいちですよ、これは。 これはね、このタイトルで見なくなっちゃう人いると思う。<laughs> ていうか私の解説で見なくなる人がいると思うんだ。すいませんでした。でもいいドラマだったんでね。第1話見てみてください。最初の30分でグイッと引き込まれますんでね。ネットフリックス。やっぱすごいな。YouTube より面白いですね。やばいですね。はい。